カリウ、スタラマ空港のヒタラマ空港で、乗客が搭乗中のボンバルディア DHC-89-400cc タラマ空港は、沖縄県宮古郡タラマ村にある地方、管理空港である。愛称はカリウ、スタラマ空港。宮古列島の南西端にあり、宮古島から、西南西約 67km に位置する、タラマ島の西端に所在する。2003年10月10日に、 旧空港から移転、滑走路を拡大した新空港の供用が開始された。年間利用客数は合計46,330人。空港の制限区域、ワターミナルには売店やコーヒースタンド、屋上には無料の展望デッキがある。旧空港は島の中心部から南方に位置し、 琉球政府時代の1971年に、主に急病人搬送のために建設された。しかし、滑走路が短く大型の機材が就航できなかったため、増加する航空需要を満たすことができず、また、天候の影響を受けやすかったため移転となった。なお、旧空港跡地は、タラマ村が中心となって、 太陽光発電を軸とした跡地利用計画を進め、2010年に沖縄電力によって太陽光発電設備が完成している。旧ターミナルの建物は減損するも、資材倉庫となっている。2017年現在、琉球エアコミューターにより、宮古空港との間に1日に往復の定期便が運航している。なお、同区間は、 ジャルマイレージバンクのマイル積算対象外となっていたが、2012年7月18日登場分からマイル積算の対象となり、同区間は40マイルとなる。かつては、石垣空港との間にもラックが就航していたが、2006年3月に廃止。ラック撤退後には、エアードルフィンが不定期便として、夏季季節運航していた。2013年10月には、 第一航空が、タラマ空港石垣空港線を2015年10月を目途に運航開始する計画を表明。しかし、2015年8月18日には、台風の影響を等で、運航乗務員の訓練が遅れたため運航再開を12月1日に延期することが決定され、さらに8月28日には、同社の同系機が、アグニ空港で、 フェンスに衝突する事故を起こし、原因究明まで同景機の飛行ができない可能性があることから、就航時期は未定となった。2016年8月には、第1航空が、2017年6月頃に、操縦士等の要因補充を考えており、2年後以降に、就航見通しがあるとの見解を示していた。 第一航空の那覇アグニ船は2018年1月15日に運航を再開したが、補助金等の問題から同年4月から再運休した。第一航空は同年4月27日に沖縄からの撤退を表明し、石垣タラマ船の就航にも否定的見解を示した。タラママモル君、ありがとうございます。